はいどうも、いつきんと申します。本日の動画なんですが、南国のイセリアが実装されたということで、僕もですね、早々に引いて、育成もひとまず完了したので、使ってみました。というわけで今日は、ちょっとね、この英雄めちゃくちゃ難しい英雄なんで、闘技場を見ながらね、いろいろ解説の方をしていきたいと思います。で、その前に装備紹介だけ先に忘れないようにしておくと、こんな感じなんですけど、攻撃力5000オーバーで、スピードちょい盛り、効果命中率そこそこぐらいの、感じにしました。効果命中率は結構効果抵抗を持ってるプリーストとかにはイセリアあんまり向いてないので、HP がね多いと激爆で倒しきれなかったりするんで、なのでその辺を考えて効果命中はあんまり盛りすぎないように、攻撃力とスピードを、多めにしております。で、異物に関しては、新しい闇海に瞬く星を、貫突まで持っていきまして、使ってます。やっぱり相性は、イセリアと非常にいいので、僕はこの異物でいいのかなと思っています。というわけで、早速なんですけど、闘技場の方の動画を見ていきたいと思います。はい、では早速見ていきたいんですが、これ1戦目は結構まだ試してる最中ですね。で全体攻撃といえば、オペレーターセクレットということで、使ってみたんですけど、オペセックも悪くないですね。剣バフつけれるので、イセリアの激爆ダメージが、上がるのを考えると悪くはないかなという感じがします。で、イセリアは基本、根力いらないので、打ち毒なんでね、スキル1から入ってスキル1追加ターンもらってスキル3っていう感じで使っていくことになると思います。でただ難しいのがこれ誰につけるかっていうところで、なかなかね悩みどころですね。最初のパッシブでつく爆弾によってちょっとつける箇所を変えていくっていう感じになると思います。なので結構ね使い方が難しいですね。はい、激爆つけて、これいいところがスタンさせれるので、せずとねめちゃくちゃ相性いいので、今回は光せずとセットでね使うのが多めになってます。でキレタも一応スタンさえさせれればっていう感じですね。であとはアタックがいなくなったので、おそらくいけるだろうっていう感じです。結構これだから光せずも命中率ちょっと持って、で反撃とかでスタン入るようにして回転率ガンガン上げた方がもしかしたら強いかもしれないですね。結構このイセリア光せずの組み合わせは可能性感じてるので、ちょっともう少しね、いろいろやり方を考えて使っていこうかなと思ってます。でイセリア根力使って追加ターンもらえるので、結構この回転率は悪くないですね。スキル3すぐに打てるようになるので、こんな感じで根力使ってスキル1、2回打ってでスキル3を打てば結構火力は期待はできるんですけど、いかんせんね、今回敵がいいだけあって、ポリティスとかいたら途端に使えなくなっちゃうので、結構ライバルというか天敵が多い英雄なのかなと思います。さあイセリア死んじゃいましたが、あとは、処理できるでしょう。もうちょっとね激爆をうまいこと使いたいんですけど、なかなか難しいですね。はい、こんな感じでまず1戦目は、うまいことねスタンとセズのスキル3組み合わさって、割といい感じに戦えたと思います。はい、続いて2戦目ですね。今回は、これ多分完成形なんですけど、ポリでポリティスを取っていく。この辺はもう安定のムーブというか、今だ大体ね、みんなやってると思います。で、その後に、ローマ。これ結構良くて、なんでかっていうと、メイジで全体攻撃できて、そこそこ早くて、っていうところが、あるので、結構ね、メイジを入れると編成足りなくなっちゃうので、どうしてもこの編成組みたい時は、ローマを使うしかなかったんでローマを使ってます。割と久々に使いましたが、やっぱローマ強いですね。ダグエル持たないとコリーがねポリティスワンパンできないんで、その辺を、使ってやってます。
はい、まあ、激爆一応入れたんですけど、倒せずと。これまあ運よくね、攻撃が当たったんで倒せましたが、やっぱりスタンが入らないときついですね、キレタは。なのでうまいこと最初のランダム2体に爆弾っていうのがキレタに刺されば、キレタの相手は全然できるんですけど、もし抵抗されたりとか違うやつについてしまった場合はかなりきついですね。さあ残るはシャル、まあ神聖なる逃げですね。でシャルに対しては結構このスキル1の強化解除が割と強いので、シャルにはちょっと強く出てもいいかなっていう感じがしますね。で攻撃ダウンもつけれるんで、シャルの攻撃力を落としてっていうこともできるんで、シャル相手には悪くない印象です。さあまた同じ編成ですね。で今回は、ポリティスいないんですけどコリー入れてます。まあ、理由なんですけど、ローマンじゃない、タイウィンに打ってタイウィンのパッシブを誘発させたかったんですけど、抵抗されちゃいましたね。まあローマンで消化させれば問題ないでしょう。これで相手のパッシブを発動させて爆弾をちゃんとつけていくっていう感じですね。はい、相手が歌姫つけてたんで上取られちゃったんで結構苦しいんですが、まああれ上取られない前提で僕は今戦ってたので、まあ、今回運よくね戦えてるんですけど、普通だったら死んでると思います。はい、こんな感じでスタン入れて、まあ、爆弾さえついてしまえばスタンは強制的に効果抵抗無視でつくので、まあ、いかに爆弾をつけれるかっていうところですね。で今回、あの英雄もう一人の爆弾持ち使ってないんですけど、まあバランス調整後もそんなに性能は変わらないので、まあ、使ってもよかったんですけど、まあ、一応バランス調整待ってから使おうかなと思って、今回は使っておりません。まあただレオを入れたところで結構どうしようっていう場面が多いので、レオとイセリアのシナジーはあんまりもしかしたらないかもしれないですね。ちょっとまた使ってみてその辺は解説をしていきたいと思います。はい、何気にこのスタンは美味しいですね。で爆弾こういう風に1ターンと2ターンをつけると連続でスタンしてくれるので、結構相手にとっては遅延させられて、嫌なこともあるのかなって思います。さあ今回も再び同じ編成で、今回はセリスですね。でやっぱり前上げた動画でも結構コメントで言われたんですけど、結局スピードが大事になってくる英雄です。こちらも上取れないとやっぱりイセリアのパッシブが発動できないので、基本的には上で全体攻撃でっていう感じになってくるので、その辺がね、スピードをあんまり漏れてない人には辛い英雄かもしれません。さあ闇レタに爆弾つけて激爆と、闇レタには強いですね。まず異物の爆弾は相手が回避しても一応爆弾は付与できます。これ異物特有なんですけど、異物はミスヒットでも一応状態異常乗るので、1個でもつければ多分闇レターは取れると思うので、結構その辺は強いのかなって思います。はい、こんな感じですね。せずもう少しビルドを変えてイセリアと組ませるような形にしたいなって思いますね、こう使ってると。はい、今回も同じ、今回の相手はメルヘンテネブレアですね。でローマン全体攻撃、やっぱりまあ使ってて思ったのはね、この爆弾付与がねランダムなのと、100% ではあるんですけど 15% で抵抗されちゃうので、運よくつけばね強いんですけど、つかなかった場合がめちゃくちゃ弱いので、結構運ゲーキャラというか使い方を選ぶなーっていう感じはしますね。
はい、最後は綺麗に爆弾全部入ってる状態で撃爆と、まあまあいいダメージだと思いますね。はい、というわけで闘技場を何戦か、見ていただいたんですが、僕もですねまだ使い切れてないというか、どう使ったらいいものかっていう感じでまだね、悩んでるので、もう少し今夜ちょっと研究して、使い方をね模索していこうかなと、思っています。でやっぱり動画内でも言ったんですけど、苦手キャラがめちゃくちゃ多い。キレタ、ポリティス、レムで、特にレムはね絶対無理です。何戦か戦って、まあ、NG ボツになったんですけど、レムに対してはもう何もできない。属性の相性も悪いし、相手にポリティスとかがいてこっちがワンパンしちゃうとレムが弱体以上かからなくなっちゃうんで、爆弾もつかないし、でもうほぼ何もできずに、死んでいってしまうので、レムに対してはもう絶対に出せない。で、まあ、ポリティスとかキレタに関しては一応対策立てれば、いけなくはないけど、イセリアである必要はあるのかっていう感じなので、まあやっぱりライバルとしてねキャロットとかがいるんで、まあキャロットはねキレタに対してはめちゃくちゃ強いですし、同じ火属性ではあるんですけど、なかなか、パッシブの違いとかでね、違ってくるので、まあ今のところイセリアの評価は僕の中ではまあ普通ぐらい、そんなに強くないですし弱くもないみたいな。まあただ性能的には僕好きな性能をしていて、こういうなんか曲がったねクセモノ地味たスキルって結構好きなので、性能的には僕は大好きなんで、引いて後悔はしてないんですけど、なんかストラゼスとかレムとかみたいなパワーでゴリ押すタイプが好きな人はちょっと向いてないかもしれません。ただですね、限定キャラっていうことと、ご覧の通りね、このイセリアさんの水着めったに見れないレアな姿ですし、なかなか肌色率も高いキャラなので、もうこれだけでね引く価値はあると思ってるので、よければ皆さん引いてみてはいかがでしょうか。というわけで、今回の動画はとりあえず、終了となります。ご視聴ありがとうございました。